ソラ！ソラ、起きてよ。いやよく寝た。俺たち眠ってたの？この感じそうとしか思えないが、いつ眠ったんだろう。アンセムを倒したよな。うん、世界は平和になって、カイリと会って、そう、どこかへ行ってしまったリクを探しに旅に出たんだ。それあら、地味に記録は一言しか書いていないな。ナミネにお礼を言う。ナミネって誰だい？まあとにかく外へ出てみよう。とうとうソラさんが使えるようになってしまいました。ロクサスさんはどこに行ったんでしょうか。さあどうしようかな。こっちか。あ、屋敷に戻るわけでもなく、宝箱があるからちょっとそれだけ拾っておこう。うわ、開け方がおしゃれ。さあどうしようか。グーフィーさん戻ったら空は寝ちゃいそうだし、屋敷には行っちゃダメだよ。それよりもここがどこだか調べないと。ちょっとだけワクワクしてきたね。ワンワン。ドナルドさんは空はずっと寝てた。もう寝ちゃって、もうまたぼーっとしてるのかな。何をするのか忘れても心配ないよ。地味にメモを見ればわかるから。ニュー。俺、この町を知ってる気がするな。どこ？やっぱり気のせいか。なんだよお前ら。いや、ここ何かなと思ってさ。何って、ここは俺たちの場所だ。何？初めて会うよね。僕はピンツ。ハイネだ、よろしく。悪いけど俺たち忙しいんでこれで。私はオレットよ。ねえ、夏休みの宿題やった？自由研究って本当に大変よね。宿題？ねえ、君たちは？僕らはソラ、ドナルド、グーフィーだよ。よろしくな。ソラ、ドナルド、グーフィー、さっきあなたたちを探してる人に会ったの。急いでるみたいだったよ。黒いコートを着て顔を隠してるんだけど、なんかね、耳がとっても大きくて丸いんだ。おう、ソラだ。どこにいたの？駅にいたよ。駅だね、ありがとう。それじゃあ私たちは宿題宿題。またね。おう、ソラ、僕たちを探してる。うん、駅へ行ってみよう。
やっぱオレットさん可愛いんだよな。というわけで王様ミッキーを探しに駅に行きましょう。謎の敵をやっつけろ。このソラさんはニュルニュルダスクさんと戦うのは初めてか。よしよしよし。エアリカバリバリじゃなくてソラさんはあれできるんでしょうか、スライドターン。あ、見た感じできなさそう。ソラさんとロクサスさんはちょっと違うのかな。お、ドナルドとグーフィーさんも仕事が早い。で、鳥さんも出てきた。駅前でたくさん出てきてもいたたたたた。ダスクさん、ニュルニュルニュル。ん、終わったか。鳥さん、まだまだ出てくる。列車に乗って町を出るんだ。行き先は列車が知っている。これを。王様。王様。本当に王様。多分。いや、絶対王様。大丈夫だったんだ。王様は闇の世界に残ったんだよな。うん。でも今あっただろ。うん。王様がいるってことはリクもいるってことだ。うん、きっとね。俺このままリクを探すよ。一緒に島へ帰るんだ。カイリが待ってる島へさ。ドナルドたちはどうする。もう、そんなことを聞くかな。何を足やる。変な顔。じゃあ行こう。また3人で旅の続きだ。ねえ、どこだっけ。列車に乗るんでしょ。そうそう。行こう。おーい。ん？あのさ、ソラ。何？何でもないんだけど。見送りに来たんだ。そうしなくちゃならない気がしてさ。そうか。ありがとう。急いで切符買った方がいいよ。うん。あれ？どうしたの？同じだね。うん。切符3枚お願いします。もうここへは来られない気がする。どうした。気のせいだよ。うん、そうだな。というわけでセントラルステーション。
こっちの駅に乗った、駅に乗るというか、こっちのトレインに乗った方がいいんでしょうか、それとも向こうか。ああ、どうしよう。どうしたらいいのか、もう切符は買ったみたいですから、というわけで、王様がかっこよかった、もう。黙って財布くれたし。でね、ちょっと、ソラさんのこの爽やかさ、久しぶりすぎて、ソラさんのこの爽やかさに惚れてしまいそうと。さあ、どうしようか。ん?出発できるかドナルドたちに聞いてみよう。出発できます？長い冒険になるだろうから、準備はちゃんとしないとね。そろそろ出発しようか。はぁ、どうしよう、行けるのか？行くぞ！よーし、行くか！じゃあな。なあ、ソラ。俺たち、本当に初対面だよな。うん。でも、どうして？なんとなく。大丈夫？俺もびっくり。しっかりしろよ。うん、じゃあな。なんかさ、切ない。またお湯。うん、ハイネたちに会いに来よう。行っちまったな。行こう。行く場所なんてねえんだろ。もちろん帰る場所もねえ。存在しねえんだよ。行くべき場所はないかもしれない。でもね、行きたい場所はあるの。会いたい人はいるの。俺もさ。そういうわけで見逃してくれねえかな。俺たちを始末しろって言われてるんだろ。ディズが私を行くんだ。用済みじゃねえの。二人には借りがある。借り？忘却の城で俺たち二人とも。じゃあお言葉に甘えて。ごめんね。
消えちゃった。やっぱりナミネさんが好きだな。というわけで不思議な塔。ちょっと待って、あれ何してんの、あれ扉の前で、あ、ポーション、扉の前でポーションじゃなくて、宝箱結構散らばってる。で、さっきのね、ステーションにも宝箱散らばってたんですよね。取っとけばよかった。あ、エーテル、懐かしいエーテル。あ、何してるの。手下どもをこの塔に送り込んでやったんだ。ここの主の力試しってところだな。なかなか力のある魔法使いらしいから、俺のボディーガードにしてやろうと思ってな。なーに、どんなやつだってハートレスにしちまえばこっちのもんよ。ハートレス？おうよ、マレフィセントという魔女がな、心の闇から生まれるハートレスという魔物を率いて世界を征服しようとしてるんだ。その魔女に俺は借りがあってな、こうして世界を回ってハートレス軍団を集めてるってわけだ。分かったかい。じゃあ行け、俺は忙しいんだ。ただでさえ遅刻だってのに。そんなことやめなよ。誰だお前ら。で、お前ら、ビート、なんでお前らがここにいるんだ。こっちのセリフじゃ。知り合い？昔僕たちの世界で悪さばかりしていたんだよ。だから王様が異空間の牢獄に閉じ込めたはずなんだけど。グハハハハ、聞いて驚け。そこで魔女マレフィセントに助けられた俺様は、お前らの世界、いや全ての世界を支配しようって計画を立てたんだ。もちろんマレフィセントと組んでな。マレフィセントね。何がおかしい。マレフィセントの魔力はな、いないよ。に？マレフィセントはもう倒されちゃったよ。なんだって、お前らか。お前らがやったんだな。まあちょっと邪魔しちゃったかもね。ハートレス軍団来い。ハートレスを全滅させろ。夏系ハートレスさん、やっぱこれっすよね。ダスクさんもいいですけど、このね、このシンプルなフォルムがいいんだよな、ハートレスさんは。よしよしよし、さあ倒していきましょうか。早っ。許さねえ、このピート様の邪魔をするやつは誰だって許さねえぞ。なあピート様、この塔には誰が住んでるんだ。誰ってお前、イエンシドってじいさんだよ。今頃はハートレスってなもんだ。イエンシド様、おっこい。王様のお師匠様だよ。うわ、すごそう。ぐずずずずず、かわいいピットさん。塔エントランス、わあまた宝箱が、あ、今頃やってくるなんて。ピートも随分のんびり屋さんだね。マレフィセントは1年前に僕たちが倒しちゃったのにね。マレフィセント、これまた懐か、もう全部が全部懐かしい。さあ宝箱を拾って、ミスリルのかけら、わあミスリルのかけら、これ前作にもありましたよね。で階段を上ると、イエンシッド、イエンシッド、王様のお師匠という方がいるみたいなんですが、というわけで、じゃあ今回はここら辺にしておきましょうか。次回からどんどんとこのソラさんとグーフィーさんとドナルドさんと旅していきましょう。失礼します。ありがとうございました。初プチュン。